こんにちは、スクミズログです。今日は僕のタイムトライアルバイク TT バイクのライトスピードブレードを紹介しようと思います。ノリリンっていう自転車の漫画で、主人公のバイクとして出てきて、ちょっと知名度が上がって、人気になっています。この自転車は、チタンのロードバイクとかマウンテンバイクを専門に作ってるライトスピードっていうメーカーが、かつて作っていた、チタン製の TT バイクです。TT バイクっていうのはタイムトライアル、単独で走って走行タイムを競う競技に使われるもので、あと厳密に言うとちょっと違うんですけど、トライアスロンでも、同じような自転車が使われます。基本的には平地主体のコースでなるべくスピードを出して単独で走るための自転車です。ライトスピードのブレード、これは2002年のモデルで、もう20年近く前のフレームなんですけど、フレーム全体がチタンでできています。でトップチューブ、ダウンチューブ、シートチューブが64チタンっていうチタンで、そのチタン合金の板を丸めて溶接して、こういうパイプ形状にして作っています。なんで手で触るとこの下の面は実はうっすらと溶接をしたような手触りがあります。綺麗に処理されてるんで、写真とかでは分かりにくいんですけど、シート状のチタンの板を丸めてチューブにしてます。TT バイクっていうことで、こう全体的にすごくこう空力を意識したような形になってます。まず目につくのがこの前三角ですね。これ横から見るとすごく太いんですけど、前後方向にはこうすごく薄くて潰されて、空気抵抗が少なそうな形をしています。でこのヘッドチューブも実は前から見るとちょっと薄く潰されてて、結構涙ぐましい空力へのこだわりが見えます。ですごいのがこの自転車がチタンでできてるんで、こう全部溶接してあるんですよね。だから例えばヘッドチューブなんかは普通のロードバイクとあんまり変わらないんですけど、例えばここなんかは結構ビードが長いんで溶接難しそうですね。でシート周りは昔の丸型の 27.2 ミリのシートポストなんですけど、それをこの翼断面形状のシートチューブに合わせるために口の部分だけこの丸いパイプが溶接されています。フロントディレイラーの部分は直付けですね。シートチューブの後ろなんですけど、最近のエアロロードだと珍しくなくなったんですが、この時代にしては結構こだわってて、後輪のRに合わせてここにこう逃げが作ってあります。でこれがこのチタンのチューブを切り取ってそこに蓋をつけて溶接してあります。すごいですね。で BB 周りがまたすごくて、このシートチューブ自体に穴を開けて BB シェルを突っ込んで溶接して、でかつ BB シェルからチェーンステイが伸びてます。でダウンチューブはシートチューブの横についてると。で下から見ると、フレームの真下までシートチューブが伸びてて、そこにこう切り取って蓋がされてるような感じです。この BB 周りだけでもだいぶ手間と時間がかかってるように見えますね。リア三角はあんまりこだわってないというかオーソドックスな作りで、リアエンドにライトスピードのロゴが入ってたりだとかそういうところはあるんですけど、シートステイが翼断面になっているぐらいで、特に変わった作りはしていません。次、バイクのコンポーネントについてなんですが、
シマノの11速で組んでいます。で、まずハンドル周りが、9000系の11速のバーエンドコントローラーとアルミ製の DH バーとエアロハンドルで、ブレーキも、まあ、ちょっと薄いエアロな形状になってます。で、これすごいのがゴムのカバーを外すとめちゃくちゃ薄いんですよね。あまりに薄すぎてちょっと握る手が痛くてブレーキまともにかけられないぐらい、空力を重視するために極限まで薄くなっています。で、フレームサイズちょっと大きいんで、ハンドル自体は落差稼ぐために、まあ、角度のついたステムで高さを落としています。ホイールはマビックのコスミックカーボン SL です。まあ、タイヤは普通のクリンチャーですね。あの、前はカーボンチューブラー使ってたんですけど、まあ、あまり出番ないバイクなんで、もうこれでいいかなと思ってます。サドルは表皮自分で革を張り替えてるんですけど、セライタリアの、SL の、タイムトライアル、トライアスロン向けのサドルです。まあ、通常のモデルと違ってこの前部分のパッドが厚めになってるんで、まあ、タイムトライアルの前乗りポジションでもあのお尻が痛くなりにくくなってます。で、シートポストは、PZ レーシングの、エアロっぽいポストです。まあ、これははっきり言って見た目でつけただけなんですけど、この長さとか、何種類かバリエーションがあって、こう綺麗に無駄なくつけようと思うと難しかったりします。まあ、あんまりエアロ部分が長すぎるとサドル下げきれなかったり、ここが逆に短すぎると、まあ、丸断面の部分がいっぱい出てかっこ悪かったりするんで、あのそこは結構気をつけて選ぶ必要があります。まあ、全体的にはこうちょっと古めの TT バイクっていう雰囲気が出て気に入ってます。ブレーキは、アルミ製 の超軽量ブレーキをつけてます。まあ、これも特に軽い必要ないんですけど、まあ、色がブルーアルマイトでフレームにあってかっこいいんで、これにしてます。で、シューは、スイスストップの黄色を使ってます。クランクは、スラムの、クォークパワーメーター付きのクランクを使ってます。リケンっていうモデルですね。チェーンリングはあの TT 用の 54T の、スラムのチェーンリングにしてます。インナーは39です。で、ペダルは、まあ、ちょっと古いんですけど、7800ディラ S のペダルです。まあ、これがマイナーチェンジした7810っていうのが結構あのがっちりしてて人気があったんですけど、その前のモデルですねといただいたものなんですけど、あの回転はかなりいいんで、気に入って使っています。フロントリレーラースラムレッドで、この羽がチタンのやつです。これロードで使うと剛性不足とか、あと羽自体がすぐ削れてきたりして、あのいつの間にか鉄の羽に変わったんですけど、まあ、あのチタンの羽の方が、軽いのと、まあ、TT バイクあまりフロント変速しないんで、まあ、これもフレームに合わせてチタンということで見た目でつけています。で、次リア、リアリレーラーは、まあ、何の面白みのもない6800のアルテグラの11速リアリレーラーです。で、カセットは12-25T の11速シマの105を使ってます。で、あとボトルなんですけど、あのスペシャライズとか昔出してたエアロボトルにしてます。これ、まあ、ボトル自体がかなり薄くて、まあ、このボトルをつけた方が空力が良くなるっていう触れ込みの製品です。今は確かにボトル形状のレギュレーションが追加されて、まあ、公式の UCI のレースでは使えなかったと思います。で、ケージ自体はあの穴が3つ開いてて取り付け位置を調整できるようになってます。で、 TT バイク、まあ、これ速いんかっていう話なんですけど、実際 TT バイク乗ってみると巡航は速いんですけど、それ以外が、まあ、あんまり良くないというか乗りにくいですね。あの力入りにくいんで加速が悪い、まあ、重量の重さもあって、あの信号変わっ
ってからの08ダッシュとかは結構苦手です。で、上り坂も辛い。まあ、あの短い上りにしても長い上りにしてもこれもやっぱり上りにくいんで、まあ登攀能力やったらやっぱりロードバイクの方がずっと速いですし、乗りやすいです。で、コーナリング、こういう TT の突っ込んだポジションなんでコーナーもはっきり言って、怖いんで攻めるのがなかなか難しいです。で、同じようにブレーキもかけにくいんですけど、その分やっぱり巡航性能に完全に振ったような作りになってます。このブレードのフレーム当時からかなり高額で、僕は中古で安く譲ってもらったんですけど、2002年当時の、新品価格が56万円だったかな。まあ今ロードバイクすごく高いんですけど、まあ当時20万円とか30万円とかでフラッグシップが買えた時代だったと思うんで、その時の基準からいくと、まあ、かなりコストの高いバイクです。では、今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画が気に入られましたら、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。